やっぱり、歴史とかを勉強していると、時代が人を作り、人が時代を作るってことがわかるぜ。深くて何言ってるのかわからんわ。歴史によって人の価値観は大きく変わり、今我々が持っている価値観も、歴史の中にあまたある価値観の一つに過ぎないんだよな。そう考えると、なんか自分がちっぽけに感じるよな。まあ、あんたは首だけ饅頭だから小さい存在よね。それはあんたもだろ。っていうことで、今回は、エピクロスを紹介するぜ。エピクロスは紀元前341年に生まれ、紀元前270年に亡くなったとされる哲学者だぜ。彼はサモス島というアテナイの植民地に生まれ、有名なエピクロスの園を、紀元前307年あたりで開き、弟子たちと共同生活をするぜ。ほとんどをそのエピクロスの園で過ごし、72歳でこの世を去るぜ。彼の思想は一般的に快楽主義と呼ばれているぜ。なんか危なそうな思想ね。確かに名前だけ聞くとそんな感じがするぜ。それってさ、快楽にふけるのが最高なんだぜという感じの考え方？そういう誤解をよくされるんだけど、実はそうじゃないのぜ。彼が言っているのは心の平安を求めんさいということだぜ。平安？言い換えると苦痛や恐怖からの自由だぜ。これを説明するのに必要な概念、それが欲求だぜ。エピクロスによると欲求は3つに分けられ、そのうち必要な欲求は1つだけだぜ。最初の欲求は自然で必要な欲求だぜ。これは普通の衣食住だったり友達だったりが該当するぜ。その次が、自然だが不必要な欲求だぜ。贅沢な生活などがこれに当てはまるぜ。最後が自然でも必要でもない欲求だぜ。権力や名声がこれに入るそうだぜ。このうち必要なのは自然で必要な欲求だぜ。エピクロスはこの自然で必要な欲求だけを選択することで、苦痛や恐怖から解放されると説いたぜ。要は快適に生きるのに必要な最低限度のものを欲せよってとこかしら。この理想を実現するために彼は、エピクロスの園と言われる学園を開いたぜ。社会から離れていき、心の平安を実践しようとしたぜ。社会的引きこもり。また彼の死に関する考え方も面白いのがあるぜ。彼はデモクリトスという人の原子論の影響を受けており、独特の死の考察をしているんだぜ。というと？肉体もそうだが、魂も原子の塊であり、死は魂を構成する原子がバラバラに弾け飛んでいくことで、故に、その瞬間、つまり死の瞬間は、感覚もなくなり、痛くも痒くもなく恐怖する理由もないという考え方だぜ。独特すぐる。続いて、彼のいた時代背景を語るぜ。これを聞けばどうして、社会から離れて生きようとしたのかがわかるぜ。どんな時代だったの？乱世だぜ。乱世の時代であったことが彼の思想に大きく影響していると考えられているぜ。世界史やったことがある人はなんとなく覚えているかもしれないけど、マケドニアのフィリッポス2世がギリシアを統一し、その息子のアレクサンドロス大王が大きな帝国を建国するも、その帝国は分裂を繰り返し、不安定な社会情勢になったという背景があるのぜ。そんな時代の影響を受けて、社会から距離を取るという選択が彼の中で芽生えたのかもしれないぜ。なるほど。ということで今回はここまでだぜ。ちなみに高校生がもしこの動画を見ていたら、この動画で使った語彙は教科書と若干違うので注意してほしいぜ。よろしくねー。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。